この本はどういうレベルの生徒が使うと良い教材ですかということなんですが、これは結構幅広くて、大体2パターンになるかなと思います。で、今、現状、その模試とかで50点台、60点台とかの場合ですね。で、この場合だと、ある程度単語とか文法とかは一通りやっている。で、こう定着しているかどうかは別としてですね。で、そういう感じで、こう、一通り文法とかを終わって、 いて取り組むっていう形がまあ、一番多い形になるかなと思いますでその50点60点台から80点とか90点台を目指していけるというものになっていますねで。 一応これあの、実際にいただいている声なんですが、もともと70点台、80点台取れるとか、あと共通テストの対策にそこまで時間をかけたくない場合ですね、2次試験の方にしっかり集中したいという場合でも、形式になれるっていう形で考えると、この結構効率よくスピーディーに対策ができるので、そういう形でも使っていただけるかなと思っています。